本日はお忙しい中、ヤマハ発動機のプレスブリーフにご出席賜りまして誠にありがとうございます。また弊社は当社の企業活動に対しまして多大なご支援を賜り、厚くお礼を申し上げます。さて、本日から53回目となるジャパンインターナショナルボートショー2014がスタートいたします。当社は本年も海とびきりの週末をテーマに、総合マリンメーカーとして幅広いマリンレジャーの世界を提案し、心躍る豊かな瞬間、感動体験を演出したいと考えております。マリンレジャーは当社のブランドスローガンであるレブズイワハートのエンジンの回転を上げるように心躍る瞬間、そして最高の体験をヤマハと出会うすべての人に届けたいという思いを体現できる素晴らしい世界であります。今回のボートショーがこの素晴らしい世界を一人でも多くの方に知っていただく機会になることを期待しております。さて、当社のマリン事業は1960年に初めて FRP ボートと船外機を発売して以来、総合マリンメーカーとしてお客様視点に立った製品開発と普及にグローバルに取り組んでまいりました。現在では当社の製品が約180カ国の国々で漁業やレジャーで活躍し、年間船外機32万台、ウォータービークル3万6千台、ボート1万3千席を出荷しております。昨年、この場でマリン事業においてグローバルナンバーワンブランドを目指し、売上高3000億円に挑戦することを発表させていただきました。マリンエンジン、ウォータービークル、ボートの3事業で本部を構成するマリン事業がシナジー効果を発揮し、当社が取り組んでこなかった分野や商品、市場に取り組み、3兆円ともいわれる世界のマリンビジネス市場にヤマハらしい新しい商品、新しい価値を作り出すことを推進してまいります。さて、現在のマリンビジネス市場の状況ですが、最大の北米市場では雇用環境や個人消費の改善により景気回復が続き、大型船外機やスポーツボート、船外機操船システム、ヘルムマスター等の販売が好調に推移いたしました。今年の2月に開かれましたマリンボートショーにおきましても、景気回復を背景に展示のボート、船外機数が昨年より 10% 増え、市場は活況を呈しております。中央型のセンターコンソール艇や滝掛けの船外機艇が増加しているのが印象的でございました。また当社の船外機を搭載した展示艇もさらに増えておりましたし、昨年発表いたしましたヘルムマスターの市場評価も高く、着実に浸透していることが実感として感じることができました。さて、その他の市場ではロシアの船外機市場が伸長していること、日本国内においては中央型艇の受注が好調に推移し、ヤマハマリンクラブシースタイルも着実に会員数が増加しております。その結果、2013年のマリン需要は2012年に比較して 24% 伸長し、2434億円の売上でした。挑戦2年目の本年度は海外、国内でも事業活動をさらに加速してまいります。海外では好調な北米市場で大型船外機や新型エンジンを搭載したウォータービークルやスポーツボート、またロシア、中国、ブラジルでの船外機とボートビジネスを推進してまいります。また国内におきましては、ヤマハらしい斬新なデザインに先進の技術と機能が織り込まれました DFR や新しい27フィートのフィッシングボートをはじめとした新製品と海外展開を開始した好調なシースタイルの推進など、ハードとソフトの両面から国内のマリンレジャーの普及と市場の活性化を図ってまいりたいと考えております。最後になりますが、東日本大震災から3年が経とうとしております。
当社は供給事業を通じまして、昨年末までに4000隻を超える和船や漁船の生産偽装で復興を支援してまいりました。引き続き被災地の漁業の復興の一助となるべく支援活動を継続してまいる所存でございます。報道関係の皆様におかれましても、復興はもちろん、マリンレジャーの健全な発展のための活動に強力なご支援とご協力を賜りたく、この場をお借りしましてお願い申し上げます。どうもご清聴ありがとうございました。2010年をそこに日本国内のボート需要とマリンジェット需要が増え、その中で当社がシェアを増やしています。免許取得者数も2011年をそこに増えています。この上昇基調にあるマリン業界で高まるお客様のご要望に確実にお応えすべく、ヤマハ発動機は今までにも増してはるかに強力な商品をハード、ソフト両面でマーケットに投入いたします。ハードでは今年は特に4点ございます。1番目に、中型フィッシングモデルゾーンに最上級フラッグシップモデルとしてフィッシング機能をさらに充実し、居住性、快適性をグレードアップした DFR ハードトップとフライングブリッジの2モデルをご紹介いたします。皆様からご覧いただいて左手のこの2隻目、これが DFR ハードトップ、また右側最初の こちら、これが DFR フライングブリッジです。また大変 ご好評をいただいている船外規定フィッシングモデルとして、クラス最大モデルとなる YFR をご紹介いたします。この皆様からご覧いただいて、こちらのこの白い最初のボート、これがあの YFR です。この DFR、YFR ともにフィッシングスペースと収納スペースを大幅に拡大し、充実するとともに波切り性能、静寂性、振動、燃費を大幅に改善しております。さらに大型モデルとしてラグジュアリーさと快適さをさらにバージョンアップしたコンバーチブルモデルのイグザルト45と、ボルボ社の IPS を搭載して究極の快適性を追求したヤマハ38、ヤマハ38コンバーチブルモデルを市場投入いたします。また第2会場となる横浜ベイサイドマリーナには、当社のプレミアム艇であるイグザルト36スポーツサルン X と輸入ボートマーキー 420SB およびカーバー34の3艇を展示しております。ぜひ足をお運びいただけますことお待ち申し上げております。4番目に、また多数のヤングユーザーの皆様から多大なご支持をいただいているジェットエンジン搭載のスポーツボートをさらに強化いたします。充実した装備を兼ね備えたフラッグシップモデル242リミテッド S とウェイクゲートを標準装備した AR210 を追加販売いたします。またマリンジェットでは250馬力へとパワーアップした SVHO モデルをフラッグシップとして、超軽量素材のナノエクセル採用です。従来より25キロの軽量化に成功したエントリーモデル VX デラックスと VX クルーザーをご紹介いたします。当社がアメリカで培った豊富な経験を生かしてファミリーファンカテゴリーの充実を図るマリンジェットは PWC ワールドの当社ブースでご確認いただけますようお願いいたします。またソフトビジネスのシースタイルでは会員数が8年連続で増加いたしまして、昨年1万7000人をオーバーいたしました。来年の2015年には会員数2万人を目標にしています。昨年12月にハワイでシースタイルの運営を開始いたしましたが、すでにご利用いただいたお客様から大変ご好評のメッセージをいただいております。このハワイから応援シースタイルの応援スタッフがただいま飛行機の中で来日中でございます。明日あさって3日間この紹介場に詰める予定をしております。今後
さらにこの付加価値を高めて会員の皆様にさらにご満足いただけるようにソフト面でもさらにパワーアップした商品を提案させていただいております。小期間中ぜひ当社ブースをご堪能いただけますことを期待いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。